今日の晩ご飯はスーパーで買ってまいりましたメバチマグロ中トロ台湾産って書いてありますね。半額やったので200円ぐらいです。税金込みで220円ぐらいですか。で、僕マグロ大葉で、食べるのが大好きなので、大葉も別途買いましてですね、敷いて、せっかくなのでなんか丼みたいに見せようと思って敷いてますが、ちなみにご飯はメスティンっていうキャンプで使う時の飯盒みたいなのがありまして、それでガスで炊いております。1合だけうまいこと炊けるんですよね。でできました。280円ぐらいでございます原価で。このキッコーマンの醤油ですね、特選醤油、この醤油大好きなんですけども、で食べたらなんかもう普通な赤身なんかなと思ってたんですけども、期待せずに食べたら結構脂乗って美味しかったですね。なんやろこう、そうですね、本マグロでもないのに甘くて美味しかったです。でついでにアジフライも買ってきたので食べたんですが、ちょっと食べ過ぎました。なんかアジフライは来る日の朝ごはんにしたらよかったなという感じなんですが、今日は、自炊というか、自炊だから、でございました。そんなことで、チャンネル登録はこちらでよろしくお願いいたします。休館日です。それではまた明日です。ありがとうございます。